はい、この動画を見てくださっている方、いつもありがとうございます。今回の動画は、ロイヤル SC オープン、賞金100万円の、まあ、大きい大会で、予選の決勝戦、慶応義塾大学の、現役の、選手、下村選手と、対戦して、まあ、結果は2616、まあ、完敗してしまいました。まあ、彼は本当関東学生というか、まあ、全国の学生の中でも、まあ、トップクラスの選手で、まあ、高身長から、まあ、繰り出すサーブと、あとは本当バックハンドでどんどん中に入ってきて打って、とにかく前にすぐ詰めてくるっていうタイプで、まあ、本当に球質に、まあ、圧倒されてしまって、でまあ、本当に自分のボールが、まあ、本当に、まあ、貧弱っていうか、まあ、なかなかやっぱりこうこのレベルではやっぱ戦えるストローク力ではないなっていうのと、やっぱりサーブ力がやっぱり自分にはないなっていうのを本当やっぱりこのレベルの選手たちとやるとやっぱ痛感して、まあ、そこをやっぱり今年1年間課題で取り組まないと、やっぱり上には勝てないなっていうのを本当に、痛感してます。はい、っていう感じですね。まあ、彼本当にとても、素晴らしい選手で、とにかくあって今も前にどんどんこうどんどん中に入ってきて、バックをひたすら、ねじ込んでくるっていう選手で、サーブも上からゴリ押しでねじ込んできて、かなりこうパワーがある選手で、まあ、僕も本当こういうプレーを、まあ、したいなっていうか、できるようになったら絶対にプレーの質は上がるし、まあ、もうワンランク上に行けるって思うんで、まあ、アドバイスも試合終わった後にいただいたので、そこをちょっと意識して、次に、まあ、負けてしまったのでつなげていければいいかなと思います。はい、じゃあ、あと、もしよければ動画ぜひ見てください。ありがとうございました。抜けた、すまない。
もこれ。Thank you.